と、メロギーファンス。今回は、俺がよく使ってるドールアートと、なんか、対策を見ていこうと思ってやってます。ちょっとね、話すのあんま得意じゃないので、そこら辺は、お願いしますね。じゃあ、行きましょう。これ、後からね、録画してる、なんだっけ。編集も何もしてないんだけど、ただ、後付け声でやってるんですけど。まず、このゲーム最近本当やってないですよね。なんか、なんて言えばいいのかな、ちょっと飽きてきたっていうのもあるかもしんないね。で、まあやってる人が少ないっていうのもあるけどな。まあそのうちまたやると思うんで、その時は、よろしくお願いします。基本的になんか、俺はいろんなロードアウトを、使っていこうと思って、対策って言ってもあれなんですけどね。まあ何、これ対策か今わかんないってやつ。まあ、ラグの力ってやつですね。で、で次は、こう、仲間がスタンされましたね。この当たらないエイム。もう頭の辺行ってるって思い込んでんだけど当たんない時あるんですよ。はい、じゃあ、これグレから逃げる。結構、これ少し前だからね。何を考えてこの行動を取ってるのかよくわかんないけど、まあ。ここ出ると大体グレで殺されること多いね。まず一つはこの面好きじゃないですね。で、これエロ系投げてもらうと、白い壁の、右の壁の方、左の壁は、貫通すんで、大仏とか使うと、パドレスも貫通狙えるんですよね。たとえ、上に行ったとしてもね。白い壁の、これ。それで、俺はなんか、どうさ、上で、こもるんだったら、あ、いた。いて、こうやってピョンピョンする人は、なんか、めんどくさいんですよね、まず。ラグ打ち多いんですけどね、こういう、ピョンピョン、まあ、ラグ打ちを使う人。めんどくさいっていうかね。まあ、強いと思うんですけど、なんかそこまでして、俺は、ラグの力を使ってまで、勝ちたいと。まあ、人それぞれだけどね。あと、やっぱ、ラグ打ちする人、ぴょんぴょん飛ぶ人には、怪物で、ぴょんぴょんしてるうちに、クイックショットで倒せば、こことか貫通するんですよね。こう、この下から狙っても、壁貫通して、上に。ぴょんぴょんする人あんまり、こういう感じでって、ぴょんぴょんしてる間に、ダイブしてる間に殺せば、怪物だと一発だから。まあ、ぴょんぴょんするのはめんどくさい人がいたら、怪物で、ダイブした時に殺せばいいってやつで、対策で、やるといいっすね。当たんないな。ここら辺は、当たんない日もあるってやつで。なんて言えばいいの？偵察使っててさ、怪物を使わないのはちょっと、使わない人とかいるじゃないですか。それはちょっとね、なんです。気づかずに死んでる。怪物、使えた方が、状況に応じてなんか対応できるんですよね。なんていうのかな。まあ、ぴょんぴょん飛ぶ人がいたりした時も、あと、貫通する場所で敵が待ってる、なんていうのかな、待ってる時とかも。もう一つはね、他に上手い対物使いの人がいると、セミスナで対抗しても、結局負けることが、俺的に多いって感じるんだよね。だから対物はある程度使えた方がいいと思うんですよね。あと、まあ、
あと何よりね、強いから、ここも貫通のやったんですけど、当たんないです。あそこ貫通するんで。で、今みたいにピョンと飛ぶ人いるじゃないですか。ピョンと飛ぶ人がいるところでは、対立使って、ラグ打ちをさせないっていう。まあ、これは一人でここ突っ込んだような、バカタレってやつですね。うん。バカタレ。で、飛んでいっちゃうよね。100円。100円は安い。ラグ打ちには気をつけなきゃいけないからね。こういう風に、飛んでる最中に撃てば、殺せんで。なぜか、大仏使っていると、レベル1って言われるっていう。俺からすると、言われたから煽るっていう。僕からするとね、なんか、ラグジーしてんだからと思っちゃうからね。ピョンとしてさ、打つとさ、ラグが発生してさ、あっちが有利になっちゃうからさ、まあ、対物じゃなくても、ぴょんぴょんしなければさ、セミサナでも、アルクでも倒せるんですけどね。まあ、ぴょんぴょんする人が多い場合は、なんか、怪物やここの貫通する壁使うんだったら怪物の方がいいですね。まあ、上級の位置変えていくっていうね、やつですね。こうやって、まあ、セミスナーも使えれば別に、ぴょんぴょんしない敵だったらヘッショ狙えばいいし、まあ、そんなに、潜入だったら2発で死ぬからね、セミスナーは。まあ、そんなに、あれって感じですね、今の。まあ、やられる時もある。うん、まあ、キルが溜まったから、こう、罠を食って、まあさ、うん。まあ、本来は、まあ、キルだけでもいいんだけど、まあ、偵察だとね、なんか回収するのがね、他のクラスと違うんです。難しいんですよね。まあ、本当はもっと攻めたいんだけど、スナイパー、担いじゃったからさ。まあ、攻めて。まあ、ピヨーン。まあ、今のは一発でピョンと倒せたけど、だいたいね、ピョンとされちゃって、ラグ、おぉ、なんか、麻酔の音が聞こえて逃げるっていう。ね。逃げてますからってやつだよね。まあ、わかんないけど。この時の俺、どうか、何考えてるかわかんないんだよ。まあ、今の俺じゃ、今、このゲームやってないから、今のは見えてなかったね。で、それはちょっとっていう。まあ、何のそれがちょっとかわかんないけど。まあ、この隙間を、あそこの隙間狙って殺すこともできるから、タイル使ってる時だと、あの隙間で一発で死んだりするからね。もうあの隙間狙ったりするのも手だ。じゃあ罠を置いていきましょうってやつね。かかん?おる?まあ、これどこに撃たれるかわかんないけどピュンピュンするっていう。ああ、あんなとこから、みたいな。で、下から反応はとこの人なんで。まあまあまあ。まあ、突っ込みすぎのスナイパー。仲間いないのに突っ込みすぎのスナイパーっていう。それが悪い癖なんだよな。当てられない。でもなんかちょっと好きはステルスのあれに見えちゃうってやつが。引っかかる。しかし、ここがね、バカな判断ですよね。こんな突っ込んで見えない中突っ込んでもさ、18枚十分持ってるのに突っ込んでしまうっていう。まあなんか引っかかったらもったいないと思っちゃうね。気持ちの。ありますね。これなんかピョンってあったけど、ダンボール持ってると思って、マーキン外しようと思ったけど持ってなかったってやつですね。で出てくるの待って、出ない。すぐね、俺、このセグがダメなんだよね、多分。待ってられないんだよね。で、死ぬ。で、さっき、煽ってきた人。
それをちゃんと、煽ってやつは礼儀正しく、煽り返すと、やるねって言われる。まあね。まあ、フルトンキャンにはあんまかかんないけど、かかってくれたらね、ラッキーってやつだね。はいはいはい、いけ。フルキャを仕掛ける。フルキャを仕掛ける。フルトンキャニオン、俺はアピールアクション。俺のフルキャラが、なんとアピールアクションだっていう、ね。まあまあまあ。まあ、偵察のフルキャラあんな戦う方ね。あんまいないよね、多分。なんか、こもってさ、フルキャラ仕掛けてやるのもあるけどさ、どうなのね、わかんない。俺の、またかかったみたいだな。でも飛んでいかない。出てこい。出てこいや。出てこないね。あ、出てこい。まあ、罠仕掛けながら、ちょっと様子見ながらみたいな。殺しながらっていう立ち前だね。な、本来、みんななんかスナイパーやってるときはさ、罠仕掛けると隠れながらやってるじゃん。なんか上取って。まあ、それじゃない立ち前だね。キルできれば多く取りたいっていう感じで。危ない。で、どういう判定かわかんないけど、なんか引っかかってくれたってやつだね。で、なんか、わかんないけど、こもってるぞっていう怒り？わかんないけど。Defending your base みたいな感じね。お前たちの陣地を守ってる。うん、まあね、俺、そんなこと言われてもしょうがないっていうよ。俺は偵察なんだって言いたいくらいで。ね。でも別に、あ、これで、ローラーと変えてきて、敵が攻め込んできてるなと思ったら、このアサルトに変えて、で、相打ちなんて横からやられる。お、ラッキー。寝かせた。よし、回収だと思ったけど、ファイヤーか。あるよね、これ。そう。で、攻め込んできてる。来たね。よし、ゲッチュで、キルできたね。まあ、俺のプレイよく見てる人は、まあ、いつもと変わんないなと思うけど、なんか、今回はなんか、いろんなロードアウトを使い切るっていう感じですね。こことか、主観を使えば、頭に合わせて、体に合わせて、あと、煙の中も、爆風の中も見えるんで、オプティつけると。だから、まあ、そういう風にヘッドショットに会えたりするんですよね。まあ、そんなもんっすね。今回は、なんか、まあ、いろんな対処法はあったかもしれないけど、まあ、こんなもんだ。